どうも、エルザです。それでは、ポケモンやっていきたいと思います。鎧の孤島編ですね。今回、ホップくんとちょっと、ポケモンを探しに行くということなんで、イベントがある場所まで行きたいなと思います。今のは？あ、ゲベンネか。ちっちゃくてわかんなかったですし。さて、まだね、グーラウス進化して試してないんで、気にはなるんだけど、あれ？この辺りじゃなかったかな？森の中か。お、ゾロは。いたいたいた。さあ、ホップくん行こうか。ほい。ムシムシしてて汗びっしょり。ソニアは俺と分担して寒い雪原を調査する。あ、次のやつはソニアか、そしたら。集中の森にはドレディアとカジッチがいるらしい。ほうほうほう。そうだね。じゃあ二人ともボコボコにしに行きますか。シュリ？あ、チュリネだ。あー、そうだね。チュレイ、チュレイ。寂しそう。探してる。探してる。おお、めっちゃ可愛い歩き方。チュレイ。あ、ホップくんの方なんだ。そうだね、ドレディアを連れてきて、連れてきて、連れてきてか。まあ、とりあえずぐるって回りますか。お、いた。ドレ、かわいいよね。レレディ、チュリネ。迷子が、迷子が、あ、どれ。あ、てか面白いのはあれだよね、普通に会話できるんだっていう感じなんだよね。まあ、人間の言葉がわかるだけだいぶマシだね。来てる。ここを通って、さすがにポケモン、あれだよね。戦闘したら1対1だよね。2対1なら最高なんだけど、ダブルバトルとか、こういう風に連れていけたらいいのにね。あ、いたいた。おい。ん？いるよ。連れてきたぞー。いやー、かわいいねー。レイディ、ディア、これはかわいいね、やっぱね。花の蜜、ただでくれるんだ。チュリチュリー。さあ、まずは一つ蜜をゲット。そうだね、ペロリ。舐めるんか。おお、さらりか。あ、やっぱ泥って粘りがあるのはカジッチュだろうな。相変わらずやな、ホップくんは。
まあね、本編の方でもだいぶ吹っ切れてたからね、それはそれでよかったなって思うけど。お、かじっちゃう。さあ、カジッチュがカーリーって、カーリーって言うんだね。鳴き声ね。見当たらない。ってことは木かな。そうだよね。さすがにやっぱ木だよね。じーってあら、チュゴリーンって。あー、そうだね、普通逃げるよね。頭しっとりしてないか。やめてくれやめてくれ。紙に蜜、しかもそれを舐められるっていう。ジュースみたいなんだ。まああとは蜂だろうね。え？まさか。毒ね。そうか。果実の蜜、ポケモンの殻の中の物質が混じり合った蜜なら濃厚になる。あ、混ぜるのか。そうだね、ハチノスポケモンだね。ビークイーンは見たことあるね。この辺りは見たことないけど、六角形の島に生息してるみたいだぞ。やっぱビークイーンか。さあ、ここに行くのね。じゃ、飛んで行って、方角的にこっちかな。いやー、今回から海はね、サメ肌が追っかけてくるんで、来た！しかもこっちより断然早いっていうね。いやー、焦るよねー、これ。さあ、無事、逃げてきた。ここ6カ所あるっていうのまた面白いよね。いやー、ミツハニー、ミツというミツポケモンが。さあ、花粉団子ゲット。ついたね。さあ、ビークイーンからもらいたいな。ん？パワースポット探しマシーンが？この木。じゃあ調べますか。ほう、偉そう。いやー、蜂のいる木を揺らすってなかなかきついよ。そんな揺れる？ですよね。お、木が。いつにつけ。で、強制的にポケモン勝負だけど、戦闘のポケモンか。さあ、ビークイーンが現れた。まあ、熊だし、蜂蜜だよね。よくよく考えたらね。でも、ダイマックスできないしな。
一応できるんだ。水流連打。今一つだよね。やっぱそうなるよね。ダイマックスのマーク出てるからどうかなと思ったけど。おお、いいね。急所に当たって、3発。これめちゃくちゃ強いんじゃね？あ。満タン。まあ、大ジェット使ってくるよね。そうなってくると。ちょっと変えよう。イタチごっこになるね。回復してってね。さあ、岩で硬い分。いけるかな。まあ、ダイマックスもできるしね。まあでもレベルが高くても努力値振ってても食らうものはやっぱ食らうんだね。さあ一撃。勝負の衝撃で不思議な蜜が落ちてきた。大蜜。大蜜。ダイマックスした B クイーンが作る蜜。大スープに入れるとまろやかになる。元気の塊と同じ効果も。へその蜜にパワースポット探しマシンが反応してるんだよな。ダイマックスのキノコに蜜か。いいな、その道具いいね。めちゃくちゃ欲しい。あ、びっくりした。声がしたからびっくりした。じゃあ戻りますか。やっぱ弱点は疲れるときついな。ポケモンだね、やっぱそのあたりはね。さあ師匠、甘い匂い。あれはまあ、この短い間に、あ、早かったんだやっぱ。ノーヒントでよくぞ大密までたどり着いたね。エルザ人、ホップチ。チャレンジャーの中でもかなりいいところに。だからね、ホップくんもね。ベアオス。やっぱ、食べるらしいね。おお、ほぼほぼまるっと教えちゃったね。マジで。しんちゃんもちょっとトレーニングする必要が出てきちゃったと。珍しい。じゃあこれが最後かな。鎧のことは本気の本気の師匠、一体どれほどの強さ。絶対ドキャッと強いだろう。そうだね、せっかくだしね。おお、ほんと何かとホップくんね、いいよね。そうね、飲ませるっす。こいつっす。3ついるんだ。ああ、じゃあどうぞどうぞ。さあ、巨大マックスできるようになったと。これで OK。巨大マックスのレベルも上げとこっか。せっかくなんで。大量にあるしね。いいね。これで巨大マックス、死骸があるよね。
まあそのレアな見た目はないだろうけど、さすがに少しでもこれで変わるっていうのはいいね。じゃあちょっとポケモンとか準備しましょうかね。さあ、マスタード来たねー。コジョンド、格闘系か。強敵を前に久々にたぎるぞ。さあ、ここの勝負で出し切るか。さあ、やっぱ70代。猫魂、ひるむな。インファイトやっぱ来るよね。剣の前で上げてたとはいえ、アーマーガーは素早さ勝ってればいける。素早さはまだ勝ってるね。ジャラランガーは入れ替え、ちょっとプクリン行ってみようか。さあプクリン登場。なんだかんだ初やね。まあプリンでも全然いいんだけどね。さあってじゃれつく、とりあえずじゃれついとこう。そうだね、基本はね。あ、そうだった。技。まあいいか。とりあえず。いいか。じゃれつく。やっぱそうなるよね。歯がね、そうなんだよね。今一つとかなるんだろうな。そう、能力上げに行ったけど勝てねー。やっぱね、効果ありでこれだもんね。なるほど、そうだね、向こうに微笑んでるねー。
じゃ仕方ない。さあ満タンを。使っておいて耐えたね。で、やっぱ素早さ無理か。さあジャララガンが多分素早さ上がってるでしょう。よし、削れた。いいわね、入れ替えよう。ウラウスで。おお、やっぱかっこいいね、ルガルガンね。運を味方につけるか。それでこそ倒しがいがある。いやーなんとか挽回したね。レントラあれどうだったっけ。あー君か。でも水流連打で強制的に持っていけない。3発急所でしょ。だってセガ最後ダクマかな。ウラウスだね。そのまま今なお研ぎ澄まされている。わしの強さに見惚れるなよ。さあ連撃、向こうは一撃だね。ほう巨大連撃。お白い。いいね。でもやっぱ一発なんだ。はあ。大ウォール。はいはいはい。無視できるのか。ダイナックル。そうなんだよね。まあ入れてみようか。ダイナップ。おお無事。いや強かったねやっぱ。まあ、強さとは聖戦流転手にしてもすぐこぼれ落ちると。だがわしを打ち倒したその強さは今揺るぎない。心からおめでとう。よしお金ゲッチュ。さあこれで最後か。さあ本気の本気で負けてしまったか。弟子が死を超える。すなわちデブタの誉れか。本気のリーグカードもらってくれ。本気ね。レアリーグカードもらったと。
修行のやり直しか。相変わらず惚れ惚れだわ。新人師匠。そうだね、一応チャンピオンだからね。おお、クララ久しぶりの会話。いやー、クララちゃんまた勝つよ、本当に。本当に自覚はあったんだね。村修行はおしまいと。エルザチン、これからもちょくちょくわしと勝負して。おお、できるの。またお互いを高め合おうよんと。へえ、来たるべきの時。何のことだろう。ジエンドということで、鎧の孤島編クリアです。まあ DLC ということもあったけどね、本気の本気の師匠にも勝ってしまうとは。今のエルザさんならば道場史上最も過酷なトレーニング縛り組とやれるかも。へえ、これがクリア特典という感じかな。はい、ということで無事クリアですね。あ、ジムリーダーも来てるんだ。へえ、まあなんか能力というか退化させるようなものが多くあるというのと、まああとはワットを使った、なんでポリゴンが？うん、気になるね。長い長い長い、早い早い、そして。おお、勝利得点。ポリゴン手に入るんだ。かわいいよね。ほう。ということで、これにて終了となります。まあ、次回するなら冠の雪原かな。あとは、そうだね、まだ捕まえてないポケモンもいっぱいいるんで、ある程度捕まえたと思ったんだけど、多分時間的なものとかね。うん、まだ、そうだね、まだ捕まえきれてないというか、進化させてないっていうだけのポケモンも多いんで、このあたりは、地道に集めていこうかな。まあ多分200ぐらいだと思うんだけどね。ということで、今回はここまでとなります。まあ、ルガルガンが手に入ったのが一番嬉しいかな。あ、そうですね。実際に技のやつはショートカット来てたりとかしてたんで、技は見れなかったりもしたんですが、もし気になる方は実際にダウンロードコンテンツ買ってもらって、試してもらうといいんじゃないかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回はですね、次のダウンロードコンテンツが発表されてからまたやりたいなと思いますので、楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。